近はね、昔はこう、前も言ったけど、ただいまって言ったら玄関までお帰りって来てくれるんだけど、最近じゃもう誰も来てくれない。だ小声でただいまって言って、そのままスーッと自分の部屋行くね。お年頃ですか？え、パパ帰ってきてたのみたいな。そんなことも言われてます。ちょっとあれですね、寂しいですね。寂しいな。巣立つときな、子供もな。うん。しゃあない、しゃあない。ねえ。やってきてます。うん、うち、比較対象猫しかいないんですけど、うちの猫もちょっと前までは迎えに来てくれてたのに、最近もうなんかこたつで、あ、帰ってきたのみたいな感じで。来たよ、昨日の猫ちゃんのやつ。めっちゃおもろい、あれめっちゃ面白い。今日ないの？今日はですね、ちょっと避難させてます。あ、そうな。あの猫ちゃんの途中で入ってくるやつめっちゃおもろかったのに。もしかしたら飛び込んでくるかもしれないんですけど、なるべくは飛び込まずに。見てたよ、猫ちゃんがあれも。我々。すいません。あ、じゃあちょっと流れてますかね、これ。あ、待ってる？皆さん、こんばんは。こんばんは。アビームコンサルティング、スプリングキャンプ2021、キャンプだよ全員集合集合集合しちゃいけないやつじゃないですか、ポーズ。こっからのオスです。ごめんなさい。本日 MC を務めさせていただきます、松浦綾と。松岡亮介です。よろしくお願いします。オッケー、始まりました。はい、はい、始まりましたし、今日で終わります。最終回ですよ。ということでございます。ね、松岡さんは一番多かったんじゃないですか。うん、誰が暇やねん。え、そんなことない。そんな大人気ってことですよ。大人気、大人気。いや、本当楽しかったね、でもね。ね、すごく楽しかったです。ご一緒させていただいて、はい、こんなにユーモアとコミュニケーション能力にあふれた方、なかなか遭遇しないので、かなり刺激的でした。山形にはいない？そうですね、あんまりいないですね。見当たらない。数年前に松岡亮介選手っていう方がいらっしゃって、あの方も素晴らしかったんですけど、それ以来の衝撃でした。はい。いつもうるさかったよね。もう、満了なとこかいたけどね。もう、でも、引退しても愛されすぎて、またここにいらっしゃってますからね。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまあ、そんなことはさておき。はい。はい、本日の登場していただくゲスト選手、早速ご紹介しましょう。この方々です。どうぞ。本日登場してもらえる選手は、キャプテン山田拓海選手と新加入山田浩太選手です。よろしくお願いします。ラストデイにふさわしいダブル山田。イエーイ。あれ、なんか。イエイイエイイエイウォー、松岡さんの声いろんなとこから聞こえるんですけど、なんでイエイイエイムーチョムーチョムーチョ、こっちも、こっちがムーチョ、こっちがオチモで、こっちがムーチョ、どうしますか。なんか松岡さんの声がいろんなとこから聞こえてきたんですけど、今どちらに。いや、僕は今あれです、静岡にいますよ。え、同じ空間にいらっしゃるんですか。え、います。いや、なんかうるさかったっす。こうたくん、こうたくんどう。なんか声聞こえてますけど。え、聞こえてる。あ、いなくなっちゃった、松岡さん。いやいや、いるな。なに起こってるんですか。5メートル先にいますね。松岡さん、ダメです、戻ってください。戻ってあ、ごめんなさい、今ちょっと時空飛ばされました。どうした？よくお戻りで、松岡さんは現在取材のために御前崎にいらっしゃってるんですが、ソーシャルディスタンスを保つために別室で配信を行ってくださってます。横に座れない、元気すぎたんですね、声が。横に座れないのがちょっと悲しかったけどね。別室で同じ空間なのに別室で今取材してます。はい、YouTube ライブしてる。この YouTube ライブでは皆さんからの質問大募集しております。うんうん、山田選手と山田選手に聞きたいことがあるという方は、YouTube ライブのチャット欄からはコメントしていただくか、Twitter からはハッシュタグキャンプだよ全員集合、ハッシュタグキャンプだよ全員集合をつけてつぶやいてください。
この番組進めさせていただく上でちょっと山田選手と山田選手がいらっしゃるので、それぞれお二人はあのチーム内ではどう呼ばれてらっしゃるんですか？僕はずっと山って呼ばれてましたね、うん、はい、あんまり下の名前で呼ばれてないです。あ、どうしました？コウタ選手。僕がコウタですね。あ、なるほど。じゃあ山さんとコウタくんっていうふうに呼ばれてるんですね、はい、そうしましょう。なんで今日一緒にややこしくなるようにあえて、まあ、自己紹介がてらじゃあもう一回言ってもらっていいですか？一人ずつ、ね、そうですね。ではお一人ずつ、はい、よろしくお願いします。はい、山と呼ばれている山田拓海です、はい、よいしょ。山と呼ばれている山田です。はい、はい、そして、今シーズンから来ました、山って呼ばれてない山田浩太ですよいしょ。よいしょ。お願いします。じゃない方の山田です。はい、でもじゃない方のというか山田浩太選手には浜のプリンスという異名があると伺ったんですが、いやいや、そういうのはないですかね、多分。なんで呼ばれてんの、そうやって。いや、別に僕がお願いしてるとかじゃなくて、なんか自然と。そうですね、自然と。いやいやいや。自然発生が。うん。そうなんだ。じゃあ、本人からしたら、その、浜野プリンスって呼ばれてるのは自覚はあるの？いや、まあもちろん自覚はありますけど、恥ずかしいですね。そう、あるんかい。はい。そうなんだ。なるほど。山の、あの、浜野プリンスって言われてるのは、まあ横浜ね。あ、からだからっていうの浜だと思うんですけど、まとめて、はい、どうで、浜野プリンスから、山のプリンスに変えましょう。うわー、いいですね、どう？どうでなんで？どうですか？山のプリンス。あ、山のプリンスの方がいいですかね？しっくりきてます。山田なんで。おはようございます。では本日から山田浩太選手は山のプリンスということでよろしいですか？頑張ります。はい。で、隣の山田選手は何のプリンスになりますか？はい、うん、僕、元からいたのに取られましたね、あっさり。もちろん。もうそれはもう、コウタ君に投げましたんで。どうしようかな。何かありますかね。横丁のプリンスとか。まあ横丁ちょいちょいいますけど、もう行かないでください。そんなことだったら殺到しちゃうからダメです。いいですね。横丁のプリンスにじゃあお願いします。すいませんけど、山のプリンスはコウタ君に譲ってあげて。はい。いただきます。はい、お願いします。では本日は山のプリンスと横丁のプリンスを迎えしてお届けしていきますが、早速山のプリンスさんに質問が届いてまして、プレーの特徴は何ですか？プレーの特徴。プレーの特徴は、まあテクニックがあるところですかね。まあ、守備も頑張るんで見てほしいですね。なるほどね。今日なんかでも試合ねしてましたけど、すごく攻守にわたって活躍されてたと思うんですけど、手応え的にはどうですか？いやー、でもまだまだ、まあ、キャンプもまだ長いですし、自分自身もこう全然 100% じゃないんで毎日頑張ってます、走って。あ、なんかサポーターであったり皆さんにどういうプレー見てほしいとかあります？そうですね。まあ、見せるプレーというか、なんか、会場が沸くようなプレーやっていきたいなと思ってるので、うん、そういうのを見ていただけたらいいなと思います。あ、楽しみやね。うん、そうですね。うん、こんな感じで、皆さんからの質問に、選手のお二人に答えていただく時間、用意しておりますので、ぜひチャット欄か、ツイッターでハッシュタグ、キャンプでは全員集合でつぶやいてください。はい、お二人には実は、事前に1問、質問を、お渡ししておりまして、でそのお答えをスケッチブックに書いていただいています。いいね、はい、うん、でこちらの、スケッチブックに書いていただいた質問が、今回のキャンプを漢字一文字で表すとなんですが、では合図でそのお答えをオープンしていただいてもよろしいですか？お願いします。
はい。一緒にですか？はい。それではお二人一緒にお願いします。ではお答えオープンお願いします。はい。はい。お。山田選手は新新しい、はい、横丁のプリンスは新新しい。わざわざ言い直さなくてもいいよ。そのままでいいですよ。で山田浩太選手はこちらは楽しいですかね。はい。はい。ちょっと一回5時がないかだけ確認します。まず横丁からはい。横丁はいどうですか。どうですか松浦さん。いや綺麗ですね字。綺麗ですね。すねはい。間違ってないと思います。何か習字か何かやってらっしゃるんですか？ボールペン字とか。ユーキャンで、ボールペン字の、注文まではしたんですけど、やめました、すぐ。そこからの、はい、できなかった。できなかった、続かなかった。やりたい願望はあるそうです。願望はあります。はい。そして、コータ選手。松浦さん、どう？はい。ちょっと特徴的な字ですね。汚いってことですか？間違ってないから。すいません、でも プリンスにそんなこと言えないです。ちょっと失礼やで。すいません。リズムをわきまえてませんでした。それぞれどういった理由でその字を選ばれたのか伺いたいんですが、うん、ではまず横丁さんからお願いします。はい、誰が横丁や原型なくなってるもん。はいそうですね、横丁さんはですね、今年チームとして新たな取り組みというか、キャンプ、例年だと走ったりね、まず素走りとか、フィジカルトレーニングが多いんですけども、本当に初日からといいますか、一時キャンプから一切フィジカルトレーニングというものがなくて、ずっとボールを使ったトレーニングで、コンディションを上げているので、そういったキャンプは今まで僕も今年14年目になりますけど初めてなので、ちょっと、初めてのことなので不安もあったりしたんですけど、順調に来てますし、そういう新しいものにトライしているシーズンなので、キャンプなのでこの字にしました。なるほどね。なんか怪我にも出てないですか？そんなに。そんなに出てないですね。ほとんど、はい、出ずに、みんな元気に。今日なんかでも試合 のチーム全体のパフォーマンスとかどうですか？いや、まだまだだとは思いますけど、今日初めて90分やって、みんなクタクタになってますけど、でも、その新しい取り組みをやってる中では、その例年とそんな差はないと思うので。はい、前向きにみんなトライしてる時だと思います。そうですね、この新しいことが成果につながればいいですね。はい、うん、はい、では山のプリンスさんは、うん、山プリ山プリ僕は楽しいっていう字書いて、すごくレベルの高い選手たちと、毎日こうクオリティの高い練習をやれてて、すごくサッカーが楽しいなっていうのと、新加入で僕来てるので、こう横丁さんはじめいい人が多くて、原型なくなってるんだから生活とか、気はもちろん使ってますけど、こう楽に過ごしてるっていう意味も込めてこの字にしました。ああなるほどね、先輩たちがこう気を使わせないようにしてくれてる。そうですね、なんか皆さん声かけてくれるし、もうだいぶ、はい、いい感じかな。はい、あそうなんや。みんなどうですか、優しいですか？優しいですね、はい、みんな面白い人もいますし。おお、誰取る、例えば面白い人ですか？うん、僕的には結構くし君の、くしびき選手のなんかテンポとか結構好きでちょっと、はい、初めて会ってちょっと癖になりましたね、最初。虜になっちゃった。はい確かにな、はい、あの独特の間で、真顔でボケる感じもな。はい真顔で喋ってるんで面白いなと思って。
はい、なあ確かに面白いな。 YouTube ライブで突っ込む方は大変やけどな。うん、これだけこれだけ串に言ってて。ケース持ってかれてましたね。珍しく珍しく負けた。うーんなるほど。はい、はい、あの山のプリンスさんにもう一問届いていて、山形を選んだ理由は何ですか？まあ、昨年僕 Z でプレーしてて、まあ、対戦した印象ももちろんありますし、まあプラスこう山形の強化の方と喋ったりもして、やっぱりクラブのビジョンだったりとか、まあ、J1 に対するこう本気度っていうところをすごく感じたし、まあ、それが実行できるチームだとも思ったので、まあ、その力になりたいなっていう思いで決めました。ありがとうございます。なんか嬉しいですねコメント、あすごい、1000人以上の方にご覧いただいてます。ありがとうございます。で、あの、コメント欄に広岡睦月さんという方がいらっしゃっていて、誰なんて言ってます？髪型決まってますだそうです。どっちですか？絶対横丁さんじゃないですかどっちかな。そんな別にいつも通りですけどね。まあ確かに。で、私え、横丁さん何か今日何つけたんですか？ね、多めにつけました。むつき正解です。あとですね、あのもう一方、木戸幸喜さんという方もいらっしゃっていて、ふざけてんなマジで。髪切りましただそうなんですが、思い当たる方どちらですか？絶対横丁さん。絶対俺じゃないですか。こうたくんどっち？絶対横丁っす。まだ横丁。ちょっと一回確認します。どうですか横丁さん、あの髪とか別に切ってないですよね？切ってないです、ジェルで押さえただけです多めにつけてます多めにつけてます今日。髪は切ってないけど多めにつけてますやってるわ。やることないんだろうな。選手の皆さんありがとうございます選手やることないんだろうな。いやそんなこと言わないでください。あ、なんか井出春也さんもいらっしゃるみたいですよ。あ、春も来てんすか？なんていうコメント？ちょっとコメントがですね、流れが早すぎて私探せなくて、あ、いました、はい、井出春也さん、山くん決めとる笑いだそうです。どっちの山くんかな？こうたくん、どっちの山くん？ね、完全に横の方です。横の略すな、お前横丁さんを略すな。全くリスペクトされてないもうずっとだけど原型がないんだよ、この人の。ないですね。横になっちゃって、ね、みんな横になっちゃってますねいいね、いい感じでいじられてますね。ねえ、ですね素晴らしい、うんいいね、あの、うん、愛される先輩ですごいいいですね。大事大事、うん、大事大事あの新加入の選手とか、あとは年下の選手に勧めたい山形のグルメって何ですか？え、僕ですか？はい、あ、そうですね、すいません、あの主語が抜けてました。横さん、うん、横さん横さん、なんだろう。うーん、いや、まずやっぱりお肉とお蕎麦は食べてほしいですよね。あ、美味しいんで、うんうん、あの自分の好きなっていうかタイプの店を早く見つけてほしいですね。いろいろ行って外れはあんまりないと思うので、うんうん、僕からはあんまりちょっと言いたくないんですけど、僕もあんま教えるとみんなそこ行くから。そうですね。主にどこですか？え、言わないですよ。主に言わないです。どのあたりですか？あのサコンってお蕎麦屋さんとか大好きです、みんな行っちゃうじゃないですか美味しいんですよね。ポータ選手は行ってる？どっか。いや、もうあのすぐキャンプ地にやっぱ入る、うん、あの雪がすごいので、うん、まだ楽しめてないので、しっかりあの横丁さんに聞いて美味しいとこいっぱい行きたいなと思います。そうだね、はい、こっちゃはい、もう横丁さんになっちゃってですね。で、あの、あ、すごいですよ、あの1067人今ご覧いただいていて、この YouTube ライブ史上
過去最高記録です。ありがとうございます。まだまだお待ちしております。さすがダブルプリンス効果高いですね。間違いない。ダブルなんだ。あの横さんに関してはポジションにかけて右横の山っていうコメントがあゆさんから来てます。何ですか？右横の山とあゆさんがおっしゃってます。あゆさん、あゆさんっていう方から右横の山って来てますね。右横の山さんですか、うん、どうですか？右サイドだから。しょうもない、しょうもない。あんま面白くない。いや面白くないとかじゃなくて、もう本当原型なさすぎてというか息がみんなひどくなってます。どんどん雑になってます。ちょっとね、確かに悪ノリが過ぎるな。そうですね、はい、すみません。もう一回やめよう、それは。こうたくんやめなあかんで、一回な。はい、もう言わないです。自分が始めたで、それは。いや、僕でしたっけ？お前だよね。ちょっと悪ノリが過ぎるか、もうちょっと抑えてな。あ、やめましょう。うん、ほんまほんま。で、あの、次のコーナー行きましょうか。はい、行きましょう。次行きましょう。はい、モンテレオ山形ではですね、2021シーズンより選手が山形県全35市町村それぞれの PR や広報活動を行うアンバサダーに就任しました。でそれぞれの市町村の情報発信のサポートをしていきます、うんうん、アンバサダーに任命されたそれぞれの選手は自治体広報誌や観光 PR、 オンラインでの学校活動に参加し、山形県の魅力を市町村とともに発信してまいります。でそれでは本日参加していただいている選手たちが就任する市町村を発表していきましょう。では松岡さん、あの恒例の前振りをお願いします。もうね、この YouTube ライブで恒例のドラムロールも最後になりました。はい、ね、皆さんね、寂しいでしょうけれども、最後のドラムロールをぜひお聞きください。はい、それでは、山田選手からいきましょうか。どちらですか？どっち？こうたくん、どっちから行く？どっちの、いや、どっちから行く？たくみくんから。今、なんか確認しましたね、ちらって。誰ですか？たくみくんって誰ですか？たくみくんから。誰たくみくんって？横さん。あ、わかりました、はい。はい。やっぱりしっくりくる、横さんの方が。そうですね。初めて言われたんですよ、今日。間違いない。初めて言われたん？初めて言われたんですよ。初めて言われた。こんなに馴染むか。ね、今年のキャンプの一言で表すと何でしたっけ？今年のキャンプですか？うん、はい、一言で表すと。さっきの一文字。うん。新しいですよね。あ、ほら、ほら。そういう意味で、そういう意味で。新しいネーミング入ります。新しいネーミングです。どこです。では、横さん。あ、それでは僕から振りますか。じゃあお願いします、はい、じゃあ、YouTube ライブ最後のドラムロール、まず横さんのドラムロールです。お願いします。ドン。山形市と長井市でーす。よいしょー。素晴らしい、気合いの入った。素晴らしいね、横丁ロールでした。練習しました。まずはあの横丁のある町、山形市からなんですが、どういうイメージありますか？山形市はそうですね、あの、まあ、本当に中心なので、山形の、まあ、みんなね、いろいろ知ってると思うんですけど、まあ、僕もいろんなとこ行ったりしてますけど、あの結構昔からある、まあ、文章館だったり古い建物があって、まあ、昨年、丸八やたら漬けさんのね、建物とかも、なくなってしまってちょっと寂しいんですけど、まあ、そういうまだまだ昔からある建物が、山形市内にもあるって聞いてるので、そういうところ、まあ、僕も行ったところがない、見たことないところがあるので、そういうところをちょっとこれから行ってみたいなと思ってます。あ、やっぱりね、山形、山形人より通なコメントが出てきてびっくりしちゃいました。ね、ほんとね。うん、びっくりしたな、ね、素晴らしい。では続いて長井市です。長井市はあのあれですよね、熱高もアンバサダーですね。そうですね、はい。なのにあいつがなんか
あれ行ったことないんですよ絶対。行ったことないのにたまげたラーメンとか言って分かったようなこと言っててちょっと取られちゃったんですけど。はいはい、あやめ祭りとか行ってみたいです。うん、はい、また行ったことないので。長井市で生まれたなんか古種のあやめもあるみたいなので、ぜひじっくり見てみてください。たまに行ってるんで、はい。あ、そうなんです。あ、たまげたラーメンにですか。たまげたラーメンにも、はい、お邪魔してます。やっぱりたまげたラーメンだよな、一番は。やっぱりそうですね。うん、やっぱりいい思い出ありますね。そうだね、山形祭りと並ぶぐらいのたまげたラーメンの、うん、山形の代表格やな。そうですね、と思ってます。ありがとうございます。親父喜んでます多分。まさひろの親父喜んでます。寝てるか。ありがとうございます。山田拓実選手には山形市長井市のアンバサダーを務めていただきます。では続いて松岡さん。オーケー、はい、山プリちゃん。はい、山プリちゃん、ドラムロールの用意はいかがですか。頑張ります。よし、よろしくお願いします。長め短め、音を変える、何でもあります。はい、では山プリちゃんのドラムロールお願いします。坂田市と湯沢町です。よいしょ、なんか変拍子でしたね。そうですね、一回上上がって下下がって終わるかなと思ったら上がってドゥン。はい、考えてたの。いや、知らなかったです、これやるの。うわ、知らなくてそのクオリティできるの。一回も見てないですよ。知らなかった、すいません。これはそれでちょっと、ね、はい、見ます。いや、でもトラムロールやっぱさすがやな。急にこんなんできるのやっぱなかなかいないから。うん、あ、素晴らしい。ではまずは坂田氏なんですが、はい、気になるものとかございましたか。山形自体初めてなんで、はい、僕やっぱ来るのが、まあ、ただ海鮮が有名っていうのを聞いたことあって、まあ、それ以外は逆に知りたいって感じですね、いろいろ。海鮮丼とっても美味しいのでぜひ食べていただきたいです。そうですね、あの前のチームにいた時もあのちょっと海沿いの方行って海鮮丼とか食べによく行ってたので、うん、また行きたいですね。あ、肉と魚じゃどっちが好きなんですか。魚っていうか、まあ、その海鮮系だったら全然そっちの方が好きですね、僕は。じゃあ結構頻繁に食べたい。食べたいです。ちょっとあの画面越しからあの海鮮食べたいだけ言ってもらっていい。じゃあ昨日もやってたんだ。あ、俺がっすか。うん、うんって感じ。海鮮食べたい。海鮮食べたい、目力で。はい、じゃあカメラ目線でお願いします。海鮮食べたい。はい、山形のサポーター段ボールで送ります。海鮮はちょっとあの日付して先にしていただいた方がいいかもしれないですね。冷凍でね。はい、冷凍でお願いします。おめでとう、おめでとう、素晴らしい。では続いて湯沢町です。何でも送ってくれるから、うん、おー、なんかいい、ね、秋田の方です。そうですね、遠いですね。そうですね、この通り。山形市この辺ですからね。その通り。これが秋田なんです。青、秋田もこっち秋田です。ここ過ぎたら秋田。ちょっと入ってますもんね、秋田に。いや、それ星が入ってないわ。入ってない。それ松浦さん次第。それあ、入っちゃってる。そういうわけじゃない。あ、すいません、うん、すいません、私が雑なだけです。うん、はい、確かに入ってるように見えるな、それは。完全に入っちゃってますね、上に。剣をまたいでる。はい、日本初。ユダです、ユダです。イメージはない？イメージは、すいません、あんまりわかんないですね。教えてもらいいじゃん。うん。お願いします。隣にプリンスいますから。なんか、そうですね。いや、ユーザー町も。いいとこですね。僕あのコテージとか行っ
泊まって、あのバーベキューとか好きなんで、もしに行きましたけどね。湯田町はそういうのがよく有名なの？有名なのか、湯田町ありますよね。そうですね、ありますね。結構なんかおしゃれなところ多くて、お水も綺麗で。まさかの知ってたね、こうたくん。降ったら。ね、すごい。は山形の人ですね。山形の人。山形長いですね。さすが。素晴らしい。すごいですね。ウィキペディアみたいですね。振ったら何でも。何でもできます。何とかします。横ペディア、横ペディア。横ペディア。何でも言います。不良の横ペディア。横ペディア。いじりやめるって言ったじゃないですか。悪乗りしてます。またコメント荒れるからやめてくださいよ。すごいですよ。あの、1134人の方に視聴いただいてます。ありがとうございます。すごいすごい。ずっとやろうか。ずっとやりましょうか。じゃあ時間大丈夫？全然大丈夫ですよ。本当？この後さ、もうちょっとした大物ゲストが来るんだけど、はい。その人と加えて、じゃあ30分以上後できる？いや、僕たちはいいんですけどね。僕たちから言えないです。こうたくんどう？僕もいいんですけど、大物ゲストがちょっと嫌なんじゃないかなと思うので、お前ら正直に言え。そんな、いや、大物ゲストのせいにしたらあかん、それ、お前。そうですね。よう喋るよ、でもね。まあまあ、それは置いといて。本当にありがとうございます。ということでですね、話がちょっとあちこち行きつつもなんですが、山田浩太選手には、酒田市と遊佐町のアンバサダーを務めていただきます。では、お二人の選手、1年間アンバサダーとしての PR のご協力、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、大物ゲストもちょっとお待ちかねですので、次のコーナー行きますね。行こう行こう。では続いては、モンテディオ山形ファンクラブのお知らせです。モンテディオ山形では2021年ファンクラブ会員を募集しています。ここでしか手に入らないファンクラブ限定グッズのプレゼントに加え、招待券も1枚プレゼントしちゃいます。一試合でもスタジアムで観戦するなら、ファンクラブ入会が断然お得です。さらにチケットやグッズが会員価格でお得に購入できちゃいます。さあ、今も画面に表示されてるんですが、選べる入会特典グッズは合わせて5種類ございます。あなたは何がお好みですか？さあ、本日は最終回ということで、お二人のプレスの前にはニット帽、ボディバッグ、スウェット、そしてホワイト会員、ゴールド会員限定商品のユニフォーム型クッションが登場しています。おお、これがもらえる、どれかもらえる。そうですね、選べる入会特典グッズが5種類あって、そのうちの3つでニット帽とボディバッグとスウェットです。で、山田浩太選手がお持ちいただいているユニフォーム型クッションはホワイト会員、ゴールド会員限定の商品となっています。どうですか、抱き心地は？抱き心地はもう欲しい。自分が、はい、買えよ。じゃあ買います。買えよ。はい、ファンクラブに入ったらってことだよな。うん、山田選手がお持ちいただいているそのニット帽とボディパックはどうですか？そうですね、山田選手が2人、あーじゃないとか言って、ヨコさん、はい。はい、スタジアムに来るときも必需品だと思いますし、まあ、横丁行くときも、横丁も寒いんでニット帽かぶって、まあ、お財布ね、この中に入れて酔っ払っても取られないようにしっかりかけてね、ちょうどいいと思います、はい、ちょうどいい2点セット。ちょうどいいです、横丁セットですこれ。そうですよね、だからこのニット帽かぶって、はい、横丁で出会ったら山田選手がおごります。いっぱいおごります。おお、折れなくね。これをつけていこう。みんな探しちゃいますよ。いやー、いいな。ね、いいですね。山田、横丁さんニット帽かぶってくださいって書いてます。あ、本当ですか。かぶります、はい、じゃあ。ちょっとだけ。
大丈夫ですか、髪決めたら。似合わないんだよな、ニット帽。いや、ウォーリーか、お前は。青いウォーリーですね。ウォーリーか、お前。モンテウォーリー。何でもこれ、でかくない。横丁探せやないねん、お前。すぐ見つかるやろ、そんなもん。いっぱいおごります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、行きましょう。はい。で、山田浩太選手、このファンクラブの入会特典、とてもお得だと思うんですが、どうですか？なんか、ファンの皆さんにやっぱいっぱい入ってほしいですよね。そうですね。今年、皆さんに入ってもらって、まあ、本当、県外の人も、今見てる、いろんな人が買ってほしいです。入ってもらって。ね、このクッションは、ホワイト会員、ゴールド会員限定の商品となっておりますので、山田浩太選手とお揃いにしたいという方はぜひホワイト会員ゴールド会員お願いいたします。いいね、はい、いいクッションだな、確かにな。ずっとかぶっていただいてありがとうございます。あ、そっちね。最後もでは、うん、続いてのお知らせです。皆さん、クラブ公式 LINE の登録はお済みでしょうか？あ、そういえば松岡さん、はい、LINE 登録しました？もちのロンですよ。あ、本当ですか？ありがとうございます。もうガンガンメール来る。あれ、そんな来てましたっけ？そうでもないか、すいません、うん、本当に登録しました？いや、本当登録したよ。出した、うん、昨年はですね、 LINE 友達限定でイベントの情報配信やリオやモンテスのマグネットのプレゼント、さらにスタジアムのグルメがなんと無料で食べられてしまう、とってもお得なクーポンを配布しました。で、今年も友達登録された方へのお得な企画展開していきますので、まだ登録されていないという方はぜひお友達登録をお願いします。山田選手は普段なかなかスタジアムのグルメの方はご覧になる機会も少ないかとは思うんですが、でもこの LINE 友達限定のプレゼントだったりクーポン、とても魅力的ですよね。あ、横さん、どう思いますか？はい、本当自分たちはなかなか行く機会がないので、いつも行きたいなと思いながら羨ましく見てるんですけど。何で笑ってんすか？なんか帽子かぶって真面目に。え、告知してるんですよ、真剣に。いや、でも本当にお得な特典たくさんあるのでね、ぜひ入って損ないと思うので、今すぐ皆さん、はい、登録しましょう。お願いします。お願いします。で、こちらのクラブ公式 LINE に加えてぜひ追加していただきたいのが、モンテリオ山形ではクラブ公式 Twitter と Instagram、 こちらでキャンプ情報を配信しています。まだお友達になっていないという方、フォローされていないという方はぜひフォローお願いいたします。ここだけでしか見られない選手の素顔もアップロードしていきますので、まだしてないよという方はぜひフォローをよろしくお願いいたします。さあ、それでは、はい、お待ちかねの本日のスペシャルゲストにご登場いただきましょう。誰かな、本日のスペシャルゲスト、石丸清隆監督の登場です。よいしょー、よいしょー、よろしくお願いします。待ちきたべてます、もう。あ、申し訳ない、お待たせしました。お待たせいたしました。阪南大学が生んだ大スター、石丸さんです。はい、人同じことさっきそれのところありがとうございます。男前に囲まれるとちょっとね、緊張するね。男前です。男前、男前3人衆で、はい、ちょっとじゃあ、はい、まずはね、丸さんの、あだ名を決めましょうか。丸さんっていう時点であだ名なのでは。ごめんなさい、それはもう僕だけなんですけど。何のプリンスかっていう、ね、これせっかくこう3人が揃いましたんで。そうですね、こうたくん、なんかあります？何のプリンスってこと？今、あ、ちなみにその山田浩太選手が浜のプリンスって言われてて、はい、横浜でいるん で、うん、でそれを山形の山のプリンスに変えようっていうことですね。で、お隣の山田拓海選手はよく山形駅近くの横丁っていう飲み屋さんに出没するんで、そういうこと、横丁のプリンスって言われてます。はい、ということで
マルさん。なんですかね。どうですか、選手から見てこうマルさんの。うん、いや、プリ、何のプリンス、難しいですね。プリンスって言う年じゃないから。確かに。なんか、マルさんの得意なことあります？いや、他の選手が見て。自分では分かんないですよね、だから。マルさん、でもおしゃれです。あ、おしゃれ。はい。衣服が。見たことある？いや私服はあんまり見たことないんですけど、持ってるものバッグとか、そう、ね、はい、そういうのがかなりおしゃれだと思います。なるほど、いいもの持ってるってことね、ものが。はい、おしゃれですね。うん、じゃあ成金プリンスで全然良くないじゃん、いびき全然良くない。まあアイドリングトークはこんなもんにして、そうですね、すいません。松浦ちゃんどうぞ。はい。では、スペシャルゲストのプリンスをお迎えして、ここからお話を伺っていきたいんですが、この御前崎でのキャンプも、残すところあと1日となっていますが、この御前崎キャンプ振り返っていかがですか？あ、これ？はい。これ。新しい選手もかなり入ってきたこともありますし、チームがこういうサッカーをするんだっていう大枠のところを、理解してもらうっていうところと、ゲーム体力っていうところの、強化、日本柱で、取り組んできました。で、怪我人も少なかったですし、本当に選手も精力的に取り組んでくれたんで、いいトレーニングキャンプだったんじゃないかなというふうに思ってます。昨年のシーズンの終わり頃にちょっとお話をさせていただいたときに、なんかご自身でこう明確にこういうサッカーをっていうふうに固めてるわけじゃなくて、なんかその時の、いる選手でより良いサッカーを作っていきたいみたいなお話をいただいた印象があるんですが、今シーズンはどんなチーム、どんなサッカーを作っていきたいですか？よりクオリティを求めたいなっていうところをですね、崩し切りたいんで、相手を、今の選手には、求めている最中ですね、それにプラスちょっと付随しますけど、それだけじゃなくてちょっと大胆さもちょっと兼ね備えて今年は戦いたいなっていうふうに思ってます。その目指すところが決まったところで、この御前崎キャンプの出来はいかがですか？今年結構新しいことっていうか、フィジカルコーチも置かなくて、結構新しいことにチャレンジしてるんで、例年とちょっと比較するのがかなり難しいっていう状況ではありますけど、先ほど話しましたように選手はかなり精力的に取り組んでくれてる部分にはかなり満足してるんで、あと3週間、開幕に向けてもう1個レベルアップしてやっていけるんじゃないかなというふうに思ってます。松岡さんは昨日から取材に入られてるそうですが、はい、見ていて感じることとかありますか？今日ね、試合も見させてもらって、昨日も練習も見させてもらったんですけど、結構石丸監督がこう選手に個別に見つけてこう何か伝えたりっていうのを昨日の練習の後にも 見たりして、すごくこう、キャンプ中だからっていうのもあると思うんですけど、選手にここに伝えてる印象があったんですけど、それはどういった思いからなんですか、石丸さん？ちょっとより良くなってもらいたいというか、ちょっと、そういう選手に限ってっていうか、ちょっと癖があるような部分が結構あったりするんですよね。これはちょっと注意した方がいいかなっていう部分と、そこで、さらに成長してくれると、コーチ冥利に尽きるんですかね。そうですけど、僕らが、彼らが成長するのは彼らの能力なんで、手助けをできればなっていうところです、ね。なるほどね。どういうことや、両山田。
自分が成長せなあかんってことですね。やってくれると思いますよ。はい、成長してまだまだ。髪質だって。今、ストーテっていう出たんですけど。ちょっと髪の毛が。ヘルメット？ヘルメット。ヘルメットしてる？前髪が飛んでます。80年代のリーゼントやないかい。浜の番長みたいになってますね。横丁の番長。プリンスじゃなくなっちゃった。大丈夫です。もともとプリンスじゃないんで大丈夫です。よかったよかった。よかったよかった。今日はでも盛りだくさんでしたね。ね、そうですね。ああ、うん。笑いもあり、締まった話も聞けて。はい、うんうんうん。もうあと30分ぐらい続けましょうか。いいんですか？どうですか？皆さんいかがですか？ちなみに監督の登場を境に、うん、視聴者数が1200人に到達しました。ありがとうございます。過去最高記録をもう時間を追うごとに更新し続けてます。今見てくれてる人人数ってこと？そうです。1000人はなかなかいかなかったんだな。なかなかいかなかったんですよ。これが今は、はい、1200人を超えました。ありがとうございます。コウタ君、コウタ君、誰のおかげ？完全に横さんのおかげです。そこは監督でしょ？ちょっとやったな。どっちでもいい、どっちでもいい。うん、なるほど、ね。はい、先ほどもお話の中で出てきたんですが、石丸監督に今シーズンサポーターの皆さんに改めてチームのこういうプレー、こういうところを見てほしいというところをお聞かせいただけますか？まあ、やっぱゴール前のその崩しきるところ、まあ、その今こだわってるのがクオリティのところに少し、目を向けてるんで、しっかりそういうところを、見てもらえたらいいかなという部分です。ただその上手いだけじゃなくて、まあ、しっかり攻守の切り替えとかみんなハードワークをしますので、まあ、そういったところはぜひ見てもらいたいなというふうに思います。はい、ではこの YouTube ライブキャンプでよ全員集合をご覧のサポーターの皆さんに最後に一言いただいてもよろしいでしょうか？また俺。はい、お願いします。今年は本当に本気で J1 を目指しています。皆さんを本当にワクワクさせるようなサッカーを、展開していきますので、ぜひ期待していてください。応援お願いします。よっ！ありがとうございます。よーす！ありがとうございます。そうですね、チャット欄、コメントに延長しましょう、延長してほしいっていう声がもうだんだんあるんですが、ね、選手の皆さんもね、日々のキャンプでお疲れの中時間を割いて、そして石丸監督もご登場いただいているので、ね、名残惜しいんですが、ここからはじゃあ投げ銭システムに入ります。いくらだったら続けてくれるんですか？はい、投げ銭はすべてモンテージュに入りますんで残りたい人は残ってくださいということですね、うん、そうですね。そんなこと言ったら何でも段ボールで送っちゃう山形サポーター本当に投げ銭するかもしれないですよ。すぐね投げてくれるからね。そんなこと言わないでください。ごめんなさい。いやいや、もう応援の気持ちがね強いんです。ありがとうございます。では最後に選手のお二人から視聴者の皆さんにお一人ずつメッセージをお願いしたいんですが、じゃまずは横丁の番長からお願いします。プリンスじゃなくなった。あだ名と一言ね。はい、もう原型ないですけど。本当に昨シーズン、結果は出なかったですけど、少しずつチームとしていい方向に向かってきて、選手も手応えを感じてますし、このサッカーで J1 に、戻るんだっていうのを本気で思ってますし、今監督もおっしゃってましたけど、クオリティを上げないと、やっぱり今昨シーズン7位で終わって、今年本気で J1 上がろうとしたら、そういう細かいところのクオリティ上げなきゃいけないと思いますし、そこは自分たちの本当に努力次第でいくらでも変えていけると思うので、一日一日の練習を大事にして、少しでもやっぱり個人個人のレベルもアップして、自然とそしたらチームのレベルも上がっていくと思うので、
まあ、監督の求めてるね理想のサッカーっていうのを自分たち選手がピッチで表現できれば間違いなく優勝できると思いますし、 J1 に上がって J1 に定着していけるチームだと思うので、今年こそはしっかり結果を残して最後シーズンの最後にみんなで、応援してくれてる皆さんと喜びを分かち合えたらいいな、そういうシーズンにしたいなと思ってるので、まあ、今はしんどいですけど、はい、頑張って自分たちもいい準備していきたいと思います。ありがとうございます。では山のプリンスこと山田浩太選手お願いします。はい、そうですね、まあ、まあ石丸監督のもとやっぱりこのサッカーで J1 に行くっていうところに魅力を感じて僕もこのチームを選びましたし、まあ、それができるチームだと本当に思っているので、まあ、そのために自分も力になりたいですし、まあ、やっぱり自分たちを信じて毎日やり続ければ絶対いけると思っているので、まずはこうシーズン始まってもブレずに、まあ、開幕までももちろん今からですけど信じ続けてこのサッカーをやっていけば必ずシーズン終わった時に笑っていられるかなと思うので頑張っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。いいコメントです。うん、松岡さん頼もしいですね。頼もしいね、うん、なんかもうこの10日間やって思ったけど、選手ってこう、まあ、練習で試合で疲れてるんですけど、ここではすごくハキハキしてくれて面白いことも言ってくれて、で締めるとこは締めてくれてっていうね、このギャップがたまんないでしょうね、サポーターは。ね、そうですよね。コメントを見ていても、なんか選手のことを、登場してくれた皆さんのことをもっと好きになるっていうコメントもたくさんいただきました。ね、お忙しい中、ね、時間を割いていただいて本当にありがとうございました。一サポーターとして挨拶します。本当ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは山田浩太選手、山田拓海選手、そして石丸清隆監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、アビームコンサルティングスプリングキャンプ2021キャンプだよ全員集合の放送は本日が最終回となります。あれ、いました？そうなん、明日ないの？明日ないんです。明日どうやって生きていけばいいの俺は。夜8時から。松岡さん、明日からは個人で投げ銭システムします。何かしらの松岡選手は一番この YouTube ライブご参加いただきましたが、振り返っていかがですか？そうですね、本当暇な自分に時間を与えてくれてありがとうございましたということです。そんなことないんです、お忙しいところありがとうございます。またいっぱい盛り上げていただいて本当にありがとうございました。どうですか、松岡さんは。一番はなんか松岡さんとこんな風にお話しする機会もあまりなかったので、もう本当にすごい方だなっていうのを肌で感じました。はい、やっぱりこの状況下で私はキックオフセレモニーも携わることができなかったので、選手の皆さんともあまり顔を合わせることなく、昨シーズンからそうなんですけれど1年間やらせていただいて、なので選手の皆さんのピッチに立っている以外の表情だったりとか、優しさだったりとかをこう感じることができて、私もサポーターさんと同じように選手の魅力をこの YouTube ライブを通して感じることができました。いや、もう感謝しかないです。ありがとうございます。選手の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日 MC を務めさせていただいたのは松岡亮介と松浦綾でした。イエーイ、めっちゃホリデー。10日間ご視聴ありがとうございました。これからもモンテリオ山形の応援をよろしくお願いいたします。行きましょう J1。 イエーイ、引き続きキャンプ頑張ってください。はい、ありがとうございました。